2011年10月14日より運用してまいりましたシンデレラ9ですが、2020年11月30日をもちましてサービスを終了させていただく運びとなりました。マリサ、せめて何か言いながら爆発してくれないかしら。いつかこの日が来ることは分かっていたのぜ。でもそれは、まだ先のことだと思っていたんだ。それがこうやって来てみると、思いのほかショックだっただけなのぜ。まずいわね。いつものしょうもない茶番にさえ持っていくのが困難そうだわ。私はここ2ヶ月、ポケモンやら桃鉄をしていても常に、こんなことをしている場合なのだろうか、という思いが脳裏をよぎり、夜しか眠れず、ご飯も3食しか喉を通らない日々を過ごしていたのぜ。それは大事件ね。現実では一組織の下っ端、ネットでも三流動画投稿者でしかない私には、この決定を覆すことはできず、まな板の上の魚のように、ただその無力さを痛感することとなったのぜ。所詮私たちコンテンツの受容者は、三枚に下ろされるのを待つことしかできないのね。でもまあ、最後に何かしらの抵抗をしたい。敵のレアカードを我が血で汚すような、ささやかな爪痕を残したいのぜ。お、そうだな。というわけでね、私のシンデレラ9の思い出をただ語るという、公開オナニーをしようと思うのぜ。ポルノハブ天才不可避。シンデレラ9、がモバゲーでリリースされたのは2011年10月14日だが、私がこのゲームに出会ったのは、それからおよそ半年後の2012年5月26日のことだったのぜ。随分正確に覚えているのね。モバゲーの日記の活動日誌を遡っていったら、確認できたのぜ。私の記憶では確か、土曜日に午前授業を受けた帰りの電車の中で発掘したのがシンデレラ9だったのぜ。私が中学生の頃からつけていた日記には、この日帰ってからはずっとゲームしてた、と書いているので、早速ドハマりしていたんだろうな。当時の投稿主はスマホデビューしたばかりの高校1年生だったわ。通学には電車を利用していて、毎日往復の1時間は電車の中で過ごしていたが、その間ポチポチ遊ぶのに、シンデレラ9はあまりにも適していたのぜ。3年間ほぼ毎日1日の24分の1をシンデレラ9に使っていたとか、なかなかの変態よね。最初期のデレ9には、修学旅行、という、異世界転生して野球をするタイプのイベントがあったんだが、ちょうど私のリアル妹が修学旅行に行くタイミングでそのイベントが開催されてな、公式サークルに書き込んだところイベント装備を持たせろだの私の妹が手に入るだの、センスのある返しをされたこともあったのぜ。なんだこのエピソード。私が甲子園に初めて出場したのは、デレナイを始めてから1年半が経った2013年12月の選抜だったのぜ。当時の私には課金できるような資金力もなかったので、ログインボーナスなどでコツコツ貯めたレアチケで選手を集め、時間をかけて選手たちを育成し、公式サークルで情報収集も行い、県内強豪校がどれぐらいの時間に動くかを確認して、枠内に滑り込めるよう戦略を練ったりと様々な手を尽くした末の悲願だったのぜ。ここだけ聞くとガチな部活に見えるけど、これソシャゲの話なのよね。これ以降、たびたび甲子園の本戦に出場するようになったんだが、毎度毎度強豪校の壁に阻まれ、県4位とか5位が定位置だったのぜ。ちょうど中堅校ぐらいのポジションだったのね。一方リアルでは高校3年生となり、進路を考える時期となっていたのだが、漠然と大学進学を希望していたのだが、どこの大学に行って何をするのかということが決めきれずにいてな、そんな状態でモチベーションを高く持つこともできず、受験に失敗することとなったのぜ。あの、出れない関係なくなったんですが、私は浪人することとなり、ひとまず予備校に入ることに、そして浪人中は勉強だけに集中するために、オタク系の娯楽は縛ることにしたのだが、これまで失ったら発狂しかねない、という理由で、シンデレラ9だけは唯一例外として全面禁止しなかったのぜ。浪人中の心の支えとして、シンデレラ9を選んだわけね。と入っても、さすがに甲子園予選に本格参戦することは厳しそうだったため、1年後に帰ってくることを誓って浪人中は甲子園に参加しないことに、高校最後であり浪人前最後でもある2015年3月の甲子園予選を全力で戦い、私史上初めて甲子園予選で県1位を取ることができたのぜ。結果的に、これが唯一の予選1位になるのよね。そして浪人生活に入り、私はシンデレラ9を心の支えに勉強に打ち込んだのぜ。なお、電車の中では相変わらず出れないをやっている模様。こうした心の支えもあり私はなんとか浪人生活を完走し、大学に進むことができたのぜ。バッドエンド回避ってね。
ちょうど私が大学に入学した直後の甲子園大会からルールが改正され、予選が県単位から地区ブロック単位になったんだが、それまで県内でしのぎを削ってきた相手と共に他県のチームと戦ったのは、不思議な一体感があってとても楽しかったな。実際には県内チームもライバルなんだけど、不思議とそんな気持ちになるわよね。大学1年の夏にはシンデレラ9内のお知らせで8内の第一報が発表され、大学でそれを見ていた私は、新しい時代の到来を予感してとてもワクワクした気持ちになったのぜ。なお、その後、秋にはシンデレラシリーズの5周年を記念するファン感謝祭の開催が発表され、私はもちろん応募、幸運にも当選した私はアルバイトしてお金を貯め、計画からすべて一人で行った初めての一人旅として東京に行ったのぜ。遠足前夜のようなワクワク感があったわね。ファン感謝祭では初めて本物の声優さんを生で見たり、開発時のエピソードを聞いたり、グッズを購入したりと、地方に住んでいたらなかなかできなかったような経験をすることができたのぜ。特にグッズに関しては、シンデレラ9自体がそこまでメジャーなタイトルじゃなかったからこそ、とても貴重な入手機会になったわね。そしてこの時私が購入したグッズの中に、有原ゆいと椎名樹里のセットのラバーマスコットがあってな、これをサークルで使う道具のカバンにつけて使ってたんだ。ほうほう、大学の入学式での新入生勧誘の際にこのカバンも会場に持って行ったのだが、入学式後に家に帰ってからセットのラバーマスコットがなくなっていることに気づいたんだ。お、事件か。私は会場やその日移動した経路を探したが発見することはできず、失意の中帰宅したのだがその途中で気づいてしまったのだ。ラバーマスコットに駆け落ちされたのだと。お前は何を言っているんだ。そう考えれば探しても見つからないのは納得できるし、何よりも、あの二人でなら駆け落ちされちゃったら仕方ないかなと思えたのぜ。この人怖い。そんなこんなもあった後の2017年6月には8内もリリース。私は両方とも遊ぶようになったんだが、8内のランクマとデレ内の甲子園の期間が重なって、両方を同時に戦ったこともあったのぜ。今になって考えると、なんで被せるようなことしたんですかね。そんなこんなで、2つのゲームを並走した時期が1年ほど続いたのだが、次第に私は友人の影響でマインクラフトにハマったり、中学以来にポケモンに復帰したりしてな、相対的にシンデレラ9を遊ぶ時間が短くなっていってしまい、ログインすらまばらになっていったのぜ。大学に進んでから自転車通学になり、スマホゲームくらいしかすることのない時間ってものが消滅したのも大きかったかもしれないわね。その後の私は、普段8内やコンシューマーのゲームを遊びつつ、デレ内公式ツイッターの情報をチェックし、面白そうなイベントがあった時に時々覗きに行くという遊び方に移行していき、動画投稿をやるようになってからは、時々考察などのテーマに取り上げるといった付き合い方へと変化していったのぜ。そして現在に繋がるわけね。こうやって振り返ってみると、いや、振り返らなくてもわかることなんだが、私は本当にシンデレラ9が好きだったんだ。はちゃめちゃでいつも楽しませてくれたストーリー、全国を目指して必死に作戦を考えた甲子園、ピリオド終了間際にハラハラさせられた聖戦系イベント、辛かった時、苦しかった時も、笑顔で出迎えてくれた選手たち、それらすべては私にとって大切な思い出になってくれました。でもいつからか、それが当たり前の存在になり、特別に意識しなければ視界に入らない存在になってしまっていたかもしれません。今更後悔しても遅いんだろうけど、それでもやはり寂しいです。でもシンデレラ9は優しくて、最後に私に2つのプレゼントをくれました。1つは、いつまでもあると思っている好きなものもいつかはなくなってしまう時が来て、その時には大きな後悔を抱くかもしれない。だからこそ、今、を大切にし、後悔を残さないように、狂えるほど好きなものにはその気持ちを貫くことの大切さ、失ってからでは遅いということを教えてくれました。もう一つは、2ヶ月という猶予の時間をくれたこと。この時間は、私にとって悪あがきをするには十分な時間でした。スクリーンショットを撮りたい、できる範囲でイベントストーリーを残したい、今までの奇跡を追いたい、最後にもう一度だけ甲子園に出たい、最後にやりたかったことはできました。シンデレラ9を好きになれてよかったです。
運営の皆さん、一緒に遊んでくれた監督さん、シンデレラ9に関わった周囲の皆さん、本当にありがとうございました。残念ながら私は執念深く、あなたのことを忘れられそうにありません。サービス終了なんかで私から逃げられるとは思わないでくださいね。持病の花粉症が発動したので、今日はこの辺にしておいてあげますが、次会った時は覚悟していてください。ここまで付き合ってくれて、ありがとうございました。ありがとうございました。